こんにちは、中山雅史です、今回は J2 リーグ第8節 SC 相模原戦について話していきたいと思います。まあ辛抱強く戦って、勝ちを拾ったというか、なんとか勝ちにつなげた試合だったかなっていう感想ですね、うん、前半15分過ぎぐらいからあれちょっとなんか足が重い、出足が悪くなってきてるかなっていう感じ始めたところでの、20分ちょい手前あたりの失点だったんですよね。まあ、そこのあたりがちょっと厳しい試合を招いてしまったところなのかなと思います。まあ、ルキアンの動き出しであったりプレーはやはり非常に、いい動きもしてましたし、ヘディングも2ゴールという形でね、ゴールを決めたということで非常に光ったプレーが多かったですね。もうどんどんルキアンに合わせていっていいのかなと思いますし、そのルキアンに合わせていく、そしてルキアンにマークが集中したら他が空いてくるんですよね。そういうことでまた点が多く取れていければ、またそれがチームの力になりますし、いろんな動きがまたチームをこう躍動させることにつながるという思いも受けながら動けるということで、非常にいい効果が生まれていくんじゃないかなとは期待してます。ルキアンがああやって献身的にボールを追っかけるであったり、左右のスペースに自分が抜け出す、そして、クロスに対して合わなかった時に、今のは自分の動きが悪かったかもしれない、タイミングが悪かったかもしれないみたいな合図を送ってるんですよね。そういった姿勢というものは、昨シーズンは見られなかったっていうことなんで、まあ、そこはここに走ればここに出してくれれば俺はいけるんだっていう、お互いの信頼関係が、そういう態度に現れているのかなというものを感じますから、非常にいい関係を築けてきているんじゃないかなとは思いますね。ルキアンが動き出しが良くて、そこに対してパスが出る、そこへのフォローが遅かったかなっていうところを感じますね。ルキアンがちょっと前線で孤立している場面が多かったかな。ただルキアンがしっかりキープしてくれているんで、その間にフォローがよりそこにボールをつなげることはできているんですけれども、そこでやはり攻撃のスピードが上がってませんから、相手もぐーっと下がってしまって、ゴール前を固められてしまってる、そういうところでなんか前線のその躍動感というか、そういう動きがなんかすごく看板に見えてしまって、もっともっとその一人一人が動いていかないと、動いたスペースを誰かが狙うという形にしていかないと、相手の敵陣のそのポジションも変わりませんし、スペースもできない、そういう動き出しが必要だったかなとは思いますね。まあそれは前半なんですけれどもね、後半はそこからかなり改善されている面は見られたのかなと。まあこのままではいけないということで、一つのボールに対していろんな選手が関わりを持つ、反応する、動き出すっていうことをやりだして、いい形を何本か作っていたのかなっていう気はしますね。非常に安心してというか、どっかで点が入ればいいなっていう思いでは見てました、うん、当然縦パスですよね。縦パスを出してそれがスイッチになるという意識を全員が持っていないと、縦パス入れた瞬間に、非常にいい形に生まれやすいんで、縦パス出す落としたその時に、当然サポートに行った選手は前向きですから、ゴールに向かって前向きだということはいろんなところに選択肢が増えていくんで、そこに対しての他の選手たちがどうそれに反応していくのか、当然出した選手に対してのサポートがあってこそなんですけれども、それがあってその周りがどう動き出していくのか、その動きを見ながらどう選択していくのか、その動きをしたその次のスペースを誰が狙っていくのかっていうところの連動がないと、なかなか相手は崩せないのかなと思いますし、そういうものをやはり考えながら、人の動きを見ながら、状況を判断しながら、そういう動きができればよりゴールに近づいていくのかなとは思いますね、うん。まあ、前半とにかくちょっと苦労しているか
なっていう印象は受けましたね。まあそれっていうのもその誰がボールを持ってる人のところにアプローチするのかプレスをかけるのかっていうのがはっきりしてなかったですよね。あやふやだったんですよね。それぞれがポジション取ってる相手の前にはこうポジション取って、対応しようとはしてるんですけれども、誰もあんまりプレッシャーをかけようとはしてないんですよね。そしてプレッシャーをかけたとしても1回で終わってしまうっていうところが後ろに予測を持たすことにつながってなかったのかなっていうのは感じますね。まず1人がボールへのプレスをするアプローチをすることによって、そこから振られたボールそこに対して一度だけでいいのか、あるいは二度追うのか三度追うのかっていうことによって相手の攻めの幅を狭めていく、相手がどう攻めてくるのか、どういうパスコースを狙ってるのかっていう選択を狭めていくんですよね。それによって後ろはそこに対する予測を持ってポジションを取りながらその出てくるボールに対してアクションを起こせるわけなんですよね。それがないとどうしても後手後手になってしまうんですよね。それっていうのはつまりリアクションになってしまいますから、どうしても出足が遅くなってしまう、相手に対して後手に行ったらまたそこからパスを出される、そこに対するアプローチもまた後手になってしまう、そういうことがちょっと試合の中で起こってしまっていたのかなと思いましたから、そこを後半にはだいぶ前からプレッシャーをかけるようになっていたんで、そこで後ろもしっかりとした対応が取れて いけてたのかなとは感じましたね。前半1失点した後ですよね、追加点を狙って攻めてきた時なんですけれども、ペナルティエリア内で相手がやはりディフェンスをかわしてフリーで打ったシーンですね。あのシーンやはりキーパーがねしっかりとね横飛びで片手一本でこうセーブしたのかな、そこがねやはり岐路だったのかなと。そこで1失点食らってたならば、 2-1 という状態で前半を終えていたならば非常にもっともっと苦労した試合になってたのかなっていうのは感じますね。そういった意味でキーパーがビッグセーブをしてくれたっていうのはチームに大きな力を、そして勝利へ大きくこう前進させてくれる力になってるのかなとは感じましたね。久しぶりの3連勝っていうことなんですけれども、まあこの3連勝で当然満足はしていませんし、まだまだ上位にこう食い込んでいくためにはもっとこの勝利を重ねていかなければいけません。その重ねていく上でもまず一つ一つをどれだけ大事にもうひたむきに戦えるのかっていうところですよね。まあそういうそれを次の試合大宮戦にしっかりと見せることがその可能性を大きくしていくことだと思っています。大宮は中3日で、うちは中2日、この1日の差っていうのはね、その疲労回復っていうところでは非常に大きな影響があるんですよね。ただもう最初からそれは分かっていたことですし、選手がどれだけ自分の体調を管理して次の試合に臨めるような準備ができるのか、相手は当然勢いを持ってくるはずです。その勢いに負けることなくしっかりとした姿勢で、謙虚な姿勢でしっかりと試合に臨んでいかなければ本当に勝利は手にできません。ここで踏ん張る、ここで勝ち切る、そういう強さを持って臨めれば最高だと思いますし、その中で結果を得られたならばまたそれが自分たちの力になるんです。その力を得るために次の試合に全力を投じたいと思います。